はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。遊戯王デュエルリンクス神 BGM ランキング、はい、本日はですね、皆さん、遊戯王デュエルリンクスって神的な要素がね、いくつかあるんですよ。まあデュエルが面白いとか、まあゲームが面白いっていうのは、もちろんなんですけども、遊戯王デュエルリンクスっていうのはね、 BGM がね、神なんですよね。神なんですよ、とにかく。皆さん、デュエルリンクスってカードゲームアプリだと思ってますか？違うんですよ。遊戯王デュエルリンクスはですね、音楽アプリなんですよ。リンクスの BGM 制作者ってマジで神なんですよね。今回は第1回BGM ランキングやったんですけど、あっちからね、結果ちょっと変わったんですよね。今いろんな BGM が追加されまして、これちょっと発表していきたいなと思います。はい、私の独断と偏見により、第1回神 BGM、ランキングの結果はですね、こんな感じになってまして、やっぱりね、ルアルカのね、BGM 結構ポップな感じが強かったんで、あれが第3位で、で 5 Days World、 ユーセーとか使ってる時に、なんか召喚ムービー出す時とか、スターダスト出した後とかに流れるやつはかっこいいんですけど、第1位は、DSOD ワールドのユーセージ BGM だったと。これもね、まあ、僕の動画見てればね、いろいろなところで使われてると思うんで、まあ、聞いたことあるかなと思うんですけども、最近ですね、いろんなものが追加されましたんでね、早速第3位から発表していこうかなというふうに思っております。第3位はこちらのキャラクターのこの BGM。これさ、これかっこいいんですよね。まずそもそもやっぱ元気が出る、まあ、曲調っていうか、なんか元気が出る、なんかその、なんだろうな、こう湧き上がってくる、なんか熱い気持ちみたいなのがこう湧き上がってくるこの感じ、かっこいいんですよね。大体僕ね、エクシーズ召喚した時、モンスターをね、エクシーズ召喚した時は大体この BGM を、口ずさんでやってます。ちなみになんですけど、僕いつも撮影する時って、BGM をオフでやってるんですね。自分で後で編集で BGM を自分のいいところで挟むために BGM をオフでやってるんですよ。なんですけど、たまに頭の中で流れることがあります。これかっこよすぎて、わかる？この気持ち、わかんないか。わかるわけないね。みんな BGM オフでやってないもんね、多分ね。僕はね、編集の都合上ね、 BGM オフでやってるんですよ。だからこういうことが起きます。はい、なんか自分の頭の中だけで流れてるみたいな。まあ、動画内でもね、この BGM は割とよく使ってるんじゃないかなと、思うので、まあ、皆さんもね、聞いたことあるんじゃないかなと、たくさんね、思うんですけど、動画内ではね。はい、というわけで第3位は、ゼアルワールド優勢 BGM、かっこ、ユーマ&アストラルバージョンでした。さあ、続きまして第2位ですね。第2位はね、めっちゃ悩んだ。デュエルリンクスのね、BGM も本当にいい曲多いんだよね。第2位めっちゃ悩んだんですけど、第2位はこれ。このキャラクターのこの BGM。これね、ポップすぎますね、まずね。まずそもそもすげえポップっていう。リンクスにこれほどポップな BGM なかなかないですよ。ルアルカの BGM と肩を並べるレベルでのポップですね、これね。そして、なんかポップっていう、まあ、概念もそうなんだけども、ちょっとね、おバカな雰囲気が出てるんですよ。これがすごい良くて、僕の動画見てる方はね、この BGM よく聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、これなんでかっていうと、デッキ解説の時はね、大体この BGM 僕流してるんですよ。はい、流してるんですよ。これなんでかっていうと、この BGM なんかさ、面白そうな動画になるんですよね。わかります？
あの大体ね、あの僕人間としては全然面白くないんで、BGM とかなんか編集とかでごまかしてる感が結構あるんですけども、この BGM 流しとけば、あ、なんか面白そうって思ってもらえるじゃねえかなって思いながらこの BGM を使ってます。はい。非常に打算的に使っております、この BGM。ただこの BGM 僕は好きです。かなりポップ。そしてかなりバカな雰囲気。これがね、俺の動画に合ってんだよね。はい、というわけで第2位はカーリー渚 BGM でした。というわけで栄えある第1位に輝いた BGM 発表していきましょう。これ私の中での個人の、独断と偏見でね選んでますんで、皆さんの第1位は知りませんけども、私の第1位はこちらでございますね。これというわけで、DSOD 優勢時 BGM、 これね結局ね2連覇になってるんですね。これしか勝たん、これしか勝たん、これが一番かっこいい。この BGM を作った人本当に天才、マジで本当にボーナスのね、ボーナスをアップしてほしいボーナス額をねドガンとアップしてあげてほしいですね。これに関してはかっこよすぎるな。これ一生聞いてられるんですよこの BGM。ちなみに、僕オタクなんで、BGM を、まあ、そのゲーム音から抽出して、iTunes にぶち込んで、たまに普通に編集中とか聞いてるんですけど、この BGM はね、なんかね、モチベーションを上げてくれるんですね、この BGM は。素晴らしい。やっぱ、人のなんかその気持ちを高めてくれる BGM っていうのが、俺一番、まあ、優秀だと思ってるんですけど、今のところ、これに勝てる BGM は、地球上に存在しておりません。はい、マジでかっこいい。この BGM 考えてくれた人にはね全力で言うわ、本当にありがとう。というわけで、まあ、第1位まではこんな感じだったんですけども、まあ、最後ねちょっとね番外編としてねお気に入り BGM をちょっとご紹介していこうかなと思います。この第3位までには入んなかったけど、あ、僕が好きな BGM ですね、まずはこちら。これね、これかっこいいんすよね。かなりかっこいいんすよね。やっぱそのアンチノミ、アニメの方のアンチノミの方の BGM もなんかすごい、テーテル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 ってやつかっこいいんですけど、このなんかデュエルリンクス版のアンチノミの BGM もめっちゃかっこいいんすよ。なんかちょっと若干そのアニメのね、アンチノミの BGM っぽさなんかある感じするんすよね、俺は。皆さんどう思いますか？これね、俺ね、一回ね、運転中にこの BGM かけたことがあって、車運転してるときに、やめた方がいい。やめた方がいいです。なんかね、ライディングデュエルみたいになって、ちょっとね、若干ね、スピード違反しちゃいそうになるから、ちょっと、アクセルをちょっと気持ち強めに踏んでしまうみたいなところあるんで、なるべくですね、運転中はこの BGM はね、かけない方がいい。っていうか、なんなら、デュエルリンクスに存在してる BGM ね、あんまりかけない方がいい。基本的には。カーリー渚さんの、ね、BGM とかだったらいいけど、こういう BGM でかけない方がね、いいと思うね。危ない。シンプルに危ない。最後に、もう一個だけ。もう一個だけね、これね、この BGM のね、名前わかんないんだけど、これ。これね、
これなんていう曲なのかな。あのね俺あの BGM とか保存するときになんかいつ使うかみたいなのをあの題名変えるんですけど、この BGM ね曲名がねオチって保存しちゃったんだよね俺どこで保存したのかなっていう、なんかこの曲名逆に誰か教えてほしい。この曲名これなんていう BGM、 これなんか多分どっか無料サイトかどっ か, なんか YouTube プレミアムかなんかわかんないけど、なんかどっかで保存したと思うんだけど、その曲名が俺オチっていう風に書いて保存しちゃったからちょわかんないんだよね曲名が。本当に無能中の無能。まあ、ただねこの曲調ポップすぎて全米が驚愕するレベルでねポップなんで、マジでこれに関しては皆さんもダウンロードしてほしいんですけど、マジで曲名がわからん。本当にすまない、本当にすまないと思っている。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ぜひですねみんなの好きな BGM なんかもね教えていただければなと思うんで、なんかちょっと一回なんか BGM なんかデュエルリンクスミンの BGM 最強ランキングみたいなの決めようかなと思ってるんで、なんかどんくらい BGM なのか知らないけど、はい、ちょっとなんかめんどくさそうなんでアンケートのなんかそのなんかフォーム作ってくれる人を募集しています。作ってくれる方いらっしゃいましたら DM お待ちしてます人任せ。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。